暖かい日差しが差し込んで、おはようって包んでくれる。眠い目をこすって私もおはようってキスをしたのはこんな何気ない瞬間がすごく幸せで溶けてしまいそう。ああこのまま二人の時間が止まってしまえばいいのにって強く思う。ああこのまま繋いだその手そばにいてね。キラキラと星がまた瞬いてる。二人きりのプラネタリウム。あの星よりも綺麗だなんて、ベタなこと言ってくれるあなた。こんな。瞬間がすごく愛しくて溶けてしまいたい。ああこのまま二人の笑顔がずっと絶えませんよ。鬼って強く思う。私だけを見ていてね。あーこんな何気ない瞬間に思う、あー大好きだよって。あーこのまま二人の時間がしまえたらいいのにって強く思う。あなたの笑顔ハンドメイドクラブマルヘチア。皆さんこんばんは。4月21日火曜日、今日もクラブパルヘジア始まります。2月の朝日、風になびく波形つか千時期、二人並んで寒いねって手をつないで、眠そうな声でまるで映画みたいだと笑って歩いた。将来ことなどわからなくて、あなたと過ごす日々が幸せで、このまま物語が続けばいいのにって思うだけだよ。誰もが一度は想像するわのは my 恋愛
あなたは笑っていたね。誰もが一度は想像するあの甘い恋愛映画の中で僕は見守ってる。カットがかかるその時まで5月の朝日春の木漏れ日突然の通り雨天候のいたずら手をつないでキスをしたあの場所懐かしむ放課後涙がにじむ手紙書くよ忘れないから寝起き悪い癖直すんだよあなたとの約束で未来を描いた誰もが一度は想像するあの甘い恋愛映画は僕も残して少しずつ変わっていった誰もが一度は想像するあの甘い恋愛映画の中であなたを待っている始まりの合図が鳴る時まで一度は想像するあの甘い恋愛映画の中で輝くあなたは笑っていたね誰もが一度は想像するあの甘い恋愛映画の中で僕は見守ってる一度は想像するあの甘い恋愛映画の中で輝くあなたは笑っていた誰もが一度は想像するあの甘い恋愛映画の中で僕は見守ってる始まりの合図が鳴る時までになびく波が立つ河川敷二人並んで寒い寝て手をつないで眠そうな声でまるで映画みたいだと笑って歩いた大丈夫かな。いいですか。はい、今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして、笑顔ハンドメイドしようというハンドメイドしようという番組です。
素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、時間の許す限りゆっくりしていってください。今日は第3火曜日なので、私ひろみんが担当 MC を担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、ゲストの紹介を早速していきたいと思います。今日はアジアンタムのさん、アジアンタムのさん、タムのタムのさんでいいのかな、アジアンタムさん、アジアンタムのお二人に来ていただいてます。はい、高橋飛鳥さんです。ボーカル、はい、お願いします。ピアノの、田中浅香さん、中田です、中田浅子さん、よろしくお願いします。限定1 限定1 はい、まずじゃあお二人に自己紹介をしていただきたいと思います。はい、飛鳥さんから。はい、アジアンタムボーカルをしてます高橋飛鳥です、よろしくお願いします。さっきのあれ書いたやつは見せなくて、まだ見せない、まだどうぞ、え、いいの、ね、一緒にいいんじゃない、はい、あ、そっか、オッケーオッケーです、よろしくお願いします。なんか書いたんだよ。あ、そうなんです、それは後で、あとだった、あとだった、あとだった、段取りだった、出さない方がよかった、なんか一緒に書いた方がよかった、はい、はい、はい、アジアンタムのピアノコーラスをしております中田浅香です、よろしくお願いします。あ、同じことしか言ってないですね今日は、はい、今日はじゃあ飛鳥さんと浅香さんとお呼びしていいですか。はい、はいはい、じゃあ私ひろみんで呼んでください。はい、はい、ではまず、挨拶代わりに早速曲歌っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、はい、お願いします。番組プレゼントの紹介します。今週のプレゼントはパルヘジアおなじみのステッカー、ここカメラこっちですか、こっち、ステッカーと、宴さん提供インチキマンショーのお笑い CD、 インチキマンショーさんのお笑い CD とインチキマンショー、インチキマンショーのお笑い CD と、ポスター、もうすぐ発売の宴コンビ3さんのポスター、え、何、コンピレーションアルバム、これポスターです、こうか、ポスターと、あとステッカーね、松沢春菜さんのサイン入りのステッカー、ここでしか手に入らないステッカー、こっちだ、ステッカーです。はい、そんな感じで、あとそっか、みんなが使ったこのスケッチブックとですね、サイン入りで渡します。うん、準備ができましたかね。はい、じゃあ歌ってもらいます。あなたが変えてくれたんだ、一人で強がる
21日は、ネスコ、ネッシー撮影から81周年、ロンドンの難しいね、ロンドンの、あの、まあ、撮影したんですね、ネッシーをロンドンの学者が医学者が撮影した有名な写真知ってますか、みんな。ネッシー子って知ってますか。メスコネスコ、なんかネッシー知ってますか。ネッシーなんかこの湖の中、ネッシーじゃないよなんか湖の中にいたんですよね、こういう恐竜みたいなのが、うん、それを撮影して、それからもう81年経ったんですって。でもそれが実は模型だったっていうネタバラシがあったそうなんですけど、なんかそんな感じで、今日はマネッシーじゃないんだけど、未確認生物、あなたが何信じている未確認生物を教えてっていう、あの、実際に見たとか、実際に見た存在しないんだけど、そういう未確認生物をなんか信じてるよとかいう人、みんなコメント欄、この見てくれてるリスナーさん、コメントもとエピソードとかも一緒にコメントしてくれると嬉しいです。で、今日は2人にも発表してもらおうかなと思ってさっき書いてもらいました。さっきチラッと、これからだった段取りがちょっと、じゃあアスカさんから。はい、じゃん。妖怪枕返し。妖怪枕返し、はい、枕返しって何ですか。知らない。なんか昔ね、ヌーベで、ヌーベに出てきた妖怪、ね、アニメの妖怪でね、あの、寝てる間に夜中に枕を返されるんですよ、はい、うん、枕を返されると夢から覚めれなくなるっていう妖怪、起きれなくなる、そう、すごい怖いやつ、そうが、そう、絶対いると、いるんじゃないかな、いるんじゃないかな本当に思ってる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 信じてる、そう、うん、そうそうそう、かわいいヌーベ、懐かしい、ヌーベ大好きだった妖怪、妖怪、手がね、そう、左手、鬼の手なんですよ、うん、そうそうそう、あ、主人公がもうそういう、そう、鬼の手なんです。で、なんか封印をしていくアニメです右手で、左手で封印していくアニメです。ざっくり言うと、そう、ざっくり言うと、妖怪、妖怪です。封印しか妖怪知らないから気になる人はヌーベで検索してください。妖怪枕返し、枕返し、え、枕返し以外のヌーベに出てくるやつは信じてないの。なんかさ、だって本当にいるのって感じのばかり枕返しだけいそうだなって感じ、そう、信じてる、リアル、あ、そうだ、リアル、リアル、変えたことはないです。じゃあ、てか、アナさん、いつも朝夢から覚めない感じじゃないの。覚めますよ。そう、失礼しました。覚めますよ。じゃあ、あさこさんは何かいますか。うん、私はですね、一応、まあ、守護霊的なのやつ、ああ、
信じる、うん、守護霊、うん、なるほど。なんかそういうエピソードとかあったんですか。なんかあの、はい、守護霊がいなかったら私もう生きてない気がします。いや、なんか相当ポンコツな人生を送ってきたので、はい、あのそうそう、居眠りしながら自転車こいちゃったりとか、居眠りしながら自転車こいで、ね、目が覚めたらもう10センチのところに電柱があったりとかしたことがあって、まあ、バランス感覚が良くてですね、多少意識がなくてもなんか歩いたりとかできるタイプなんで、だからね、そうそう。あとまあなんだろうな、あの、うん、守護霊じゃないけど、うん、あのなんだろう、亡くなったおばあちゃん の、うん、のお通夜の次の日の朝に、うん、あのホテルの電球がバチバチって、うん、なりまして、うん、ホテル2階だけバチバチってなって終わったんです。うん、だからなんか、あ、挨拶に来たのかな。あ、なるほど。そうそう、なんかなかなかホテルの電球って壊れないくないですか、うん、確かに、ね、でしかも消えたわけじゃなくて、そう、点滅しただけ。そう、点滅して終わった、うん、そうそう、で別に怖いとも思わなくて、うん、そうそう、なんかね、おやって思ったのね、うん、なんか確かになんかいるんじゃないかなと。でも別に全然霊感はなくてですね、うんうん、そう、なんか全くないんですけど、すごい体験。私もでもおじいちゃん の、 あのお葬式のあとやっぱり車に乗ってて、高速道路に乗ってたんですけど、うん、そこ高速道路なのに2回天井をコンコンされたんです。怖いな、それは。コンコンって何って何って思って、でも怖くなかったから、うん、なんか一緒でやっぱおじいちゃんかなと思って、はいとかって言ったら、ね、いたりして、はいとか言って返事したらどうなんだろうね。なんか返事してみたらなんかもう一回くらいなんかリアクションがありそう。なんか手がバッとかなって、いやだやだ、手がただのホラーになっちゃいます。そう、なんか痕跡を残したくなるんじゃない。怖いな、ね、すごい。何かリスナーさんはありますか。私ここでチェックしますの。書いてる人いる。最近妖怪漢字読めない見ました。イルカを酢豚って読んでました。それ相当バカなんですね。バカなんですね、遅刻から守る守護霊がいるといいのにね。遅刻の何、常習犯がいるんですかこの中に。まあそうかもしれない。この遅刻の常習犯がいるんですかね。なんか映ってるな。なんか悪意を感じる。悪意、いや、事実の精神。宇宙人は絶対いると思う。宇宙人みたいな人よく見かける。宇宙人みたいな人って。人間なんじゃないですか。この辺一体宇宙人だよね。そういう意味だよね。人間です。正常な人間ですよ。他は、うーん、他にいるかな。こっちの書いてない、キャスの方のコメントはいるかな。こっちのコメント欄ほぼない、ね、こっちの方コメント欄ほぼない。うん、みんなあとありますか。ありますか。今日見に来てくださってるお客さんの中とかでもよかったら目そらしちゃった助けを求めてる。何か、何信じてますか。何信じてますか。ありがとうございます。じゃあ私はじゃん、私が信じてるのは UFO、うん、UFO、まあ、宇宙人さっきいるみたいな言ってた、いや、その焼きそばは絶対あるけど、あのこれは UFO は絶対いると思います。なんかテレビとかでもよく取り上げられてるじゃないですか、 UFO のなんかこの芝生のところ絵を描いたとか、なんかサークルとか、ああいうのとかミステリーサークル、そう、ミステリーサークルとか絶対人間は作れない気がして、絶対 UFO はいると、UFO、 あのなんだっけ、宇宙人とか UFO はいると私は思うんですけど、どうですかね皆さん。なかなか話が膨らまない。
UFO はさ、逆になんかテレビでやられすぎてて、あんまりこう信憑性がない。逆に作り物かなみたいな。そうそうそう、みんな解析するじゃないですか。うん、そうですね、みんなすごい分析してくれて、うんうん、何が本当なのやら、うん、そう、うん、そういうのでやらない方が逆信じ、見えないからこそ。なるほど、そうそうそう、人伝いにとか聞いた方が、うんうん、でもさ、私ノストラダムスの大予言すごい信じてたけど、どんな予言でしたっけ。なんか1999年のあれ夏に地球滅亡するっていう、そうあったじゃないですか、あれテレビでめちゃくちゃやってて、その時期に。でもすごい信じてたよ私。あ、でもこの間この間なんか何月何日か忘れたんですけど、うん、何月何日かになんか一瞬無重力になるみたいな時間があったんですよ。知ってますか。知らない。知ってる人、みんな知ってる人。なんか本当ツイキャスしてたんですよその時、ツイキャスしてたら、なんかあと何時何分、 あと何分で無重力になるよって言われて、で嘘嘘って思って、じゃあみんなでそれを迎えようとか言いながらやったんですけど、うん、まあなんか何も起こらず何事もなかったかようにまた歌い始めたんですけど、でピック投げたら浮いたとか、そうじゃないの。ジャンプしました。でも何球か軽くなったとかないジャンプしました普通にジャンプして、普通に多分さ体重計に乗ってその瞬間を迎えるのが一番。でもなんか一人どうすんの、息とかどうすんのって言われて、関係ない、無重力ってことは空気もなくなっちゃうんですよね、瞬間だから、うん、そんなことってあるそんなことってあるそう、そういう時があって、うん、でもまあデマだったんですけど。予言はじゃあ信じやすいんだね、うん、予言は信じる、うん、なんか、ね、で今まで何か当ててきた人とかいるじゃん、いろいろ当ててきましたとか、うん、そういう経歴があったりとか、まさゆめとからなのかなって思うけどね。後付けってこと。そう、後付けで あの時これ見たとか、感じた、わかんないけどねあの時感じてよ実はって馬はいると思うけどね、土の子とか。馬ってなんだろう、 UMA、 UMA って何ですか。あ、そういうことか、うん、アニマル、違う、土の子か、土の子か、うん、確かに。あ、でも恐竜はいたと思いますよ私。恐竜は未確認じゃないって恐竜は確認されてるからあの いたんですよ。いたんですね確実にいたんですよ確実にいたんですねっていう、はい、1月、そう1月5日、そう浮いたんですね。あ、そうなんだ。もうちょっと DH 決めます。なんか、気をつけて帰ってくださいたくちゃんさん。ではではでは、未確認生物のお話はもう出ないかな、もうないかな。みんな他言い残したことはないですか。あの未確認生物僕見たよみたいな人、コメントとかもうないですか。大丈夫。UMA はいそうだね。じゃあ、うん、馬じゃないね、分かった。じゃあそんな感じなので次行こうかな。次、次私のコーナーかな、うん、はい。じゃあ次のコーナーに移ってもいいですか。はい、どうぞ次はですね、はい、こう毎週火曜日、はい、ゲストに迎え、はい、あのお見えになってきてくれる皆さんと一緒に、はい、あの火曜日、第3火曜日はじゃじゃん VS ヒロミン、ヒロミンと一緒に対決をしてもらいます、うん、はい、何でしょう今日はね、はい、じゃじゃん、可愛くセリフ対決。わあ、なんか効果音ないんですか。効果音今日入れてるじゃないですか。今日なんかちょっと静かに入れましょうよ。今日ね、いろいろ静かなんですよ。あれだ、曲がないから静か。結構入れてるの。入れてるの。あ、なんで裏で。そうなの。ここに聞こえてないからね。すっごい静か。なんかパフパフみたいなのないんですか。それは用意してないんだよね。じゃあ裏でね、レイさんの曲がずっと流れてるんだ。なんかね、すごいね、この沈黙がね、いつも以上になんかね今日静かな感じ、人もちょっと少ないし。あ、ちょっと前か今流れてるの、うん、そうだね。あ、なんかいい感じのメロディーが流れてきましたけど
今日はっていうか、じゃ何個かやってもらうんですけど、まず最初のお題は、はい、書くの？書きます。書きます。はい。はい、こっち、こうか。こうか。うん、彼が悩んでいる時に励ます一言。うん、悩んでる時。時に。悩んでる時に。可愛いセリフっていうよりも、まあそうですね。素敵な一言。それは悩みの内容は。悩みの内容は特定しない。じゃあ悩んでる人、今誰か悩んでる人いますか？手挙げづらいよね。僕これで悩んでるんですみたいな。一般的な悩んでる人、一般的な。じゃあ難しいよ。じゃあ今日はあのそうですね、あの、うん、じゃあ仕事されてますよね普段。仕事あされてないです。仕事してないですか？これが仕事。彼がですか？あの普段。そっか。じゃあ、あのお仕事で、はい、うまくいかなくて悩んでる彼に一言。はい、私も書きます。一言。じゃじゃん。え、これまともに書いちゃっていいの？いいですよ。素敵にまともに。あとでリスナーさん聞いてくれてる皆さんに、うん、あのどれが良かったか判定してもらうので、うん、普段のキャラは関係なく判定してくれるんですかね。普段のキャラ関係なく。ね、私基本ちょっとクールキャラなんで。なんかこれは自分だったらこう言うっていうよりもこれが可愛いんじゃないかで書くってこと。あ、いいですよ。じゃあ私は言わないと思っていいで。私は言わないと思っていいですよ。でもちょっとそんな雰囲気出して読んでくださいね。ね、一番ちょっとね難しいのから言っちゃったんですけど。そう、何個もあるんですね。落ち込んでる時に言う一言でしょ。そう、まあ実際私もそれを学びたいっていうのもあって聞いてるんですけど。どうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。丸投げ企画。とりあえず。でもね、なんかさ、こう男性ってプライドが高かったりするから、うん、変にさ悩んでる時に。あまりそう言いにくいじゃないですか。黒で描いたら全然可愛くなくなる。それあるね。ね、ピンクとかにする。今回の。ちょっとピンク。ピンクにしたそうだ。あ、つい。あ、ちょっと可愛くなったよ、ピンク入れたら。今、黒を貫いてるんだけど。嘘、ピンク入れた方がいいよ、これ。なんか実際にそういう、こういう場面にあったりしたことありますか？でも、いや、こんなことは多分実際言わないんだけど、うん、実際だったら逆に私説教を決めちゃう。ああ、怒っちゃうか。なんか、そう、諭しちゃうかも。でもなんか2人ともすごく美人さんなので、すごい恋愛マスターな雰囲気が、マスターな雰囲気がすごく出てます。セリフだからリバーブがっつりかけた。まあでもポンポンポンってここで出していいですか？あ、なるほど。はい、ポン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 。あ、セリフをこう書いたやつを出す。え、喋りながら。喋りながら読みます。出して読みます。そしたら順番でいかない、うん、あ、私すごい長い長い。ちょっと待って、めっちゃ長いんだけど、どうしよう。マジで。いや、すごいびっくりだよ、そんな長いこと言うのね。あ、言う言う。私長いのが好きなんです。あ、間違えた。最後間違えた。私ごめん、すごい短い。どうしよう。でも私もちょっと、うん、短い。私ね、悩んでるんでしょ。悩んでます。じゃあ姉さんから言ってください。うん、あ、そっちから、そっちから行きましょう。こっちから行きましょう。あ、こっちから。私変える。私落ち屋だ。なんだよ。落ち屋だもん。落ち屋だ。私普通に真面目に書いた。うん、あ、じゃあ見せないでいようか。うん、そうだね。そうですね。じゃあ行くよ。やば。え、ちょうが悩んでるよね。ちょっとやばいんだけど。どうぞ。
あなたの頑張り認めてくれる人きっと現れるよ。大丈夫。明日からファイトだ。ほら、肉じゃが。かわいい。やばい。肉じゃがは私がめったに料理作んないんですよ。1年に1回ぐらい。なるほど。そんな時にはそういう手作りのもので、明日から頑張ってねっていうのは。あ、肉じゃがイコール手作りの代名詞なんだよね。肉じゃがなんかに、うん、あったかくなるじゃないですか。そうそう、肉じゃが好きな人多いですしね、うん、そう、あ、そういう頑張ってほしい時に作るかなって思って、うん、なるほど。そうそう、すごい。あ、そこは、でもそこはあえて餅巾着じゃないんだ。餅巾着じゃないんだ。肉じゃが、ね、肉じゃがなんだ。そう、あの、作ったことないですけどないんですけど、人生で。だから餅巾着って言っときゃよかったのに。餅巾着って言っときゃよかったのに。ここは肉じゃがですよ。ここ肉じゃが、肉じゃがが可愛いセリフ、うん、私じゃないですよ、うんうん、私じゃなくて、あの、架空のね、架空の、そうそう、架空の中田さん、架空もう一人の、もう一人の可愛い中田さんがいたとしたら、うん、したらやばいね。ちょっと待って、本気すぎてびっくりしたんだけど。じゃあだって対決でしょ。いや、面白い、可愛かった。対決ですよ。でもちょっとハードルが上がりましたけど、すごいね、後ろの。さあさあ、じゃあ次、はい、アスカさんの、彼が悩んでる時にかけてあげる、まあ、一言。セリフだけ先に、はい、どうぞ。デートしよう。かわいい。いや、なんか結局悩んでるから、可愛くだったら悩みをうんぬんかんぬんするよりも遊びに行っちゃった方が楽しいんじゃないかなっていう、ね、気分転換だよみたいな。気分転換、シンプル、真逆だ、シンプルだ、真逆ですね、シンプル。そう、まあ、いいよね、うん、シンプルね、はい、うん、あのね、擦れるマイクが、あ、カシャカシャ言う、それはカシャカシャ、上の方につけとく。はい、じゃあ次。似てる。そう、似てるというか、私本当不器用なんですよ、いろいろ。じゃあ、彼が悩んでる時に言ってあげる一言、いいですか。私がそばにいるよ。はい、ということで、恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしかった。恥ずかしかったよ。ていうか普通にそういう曲歌ってんじゃん。そばにいてねって曲です。あ、いてね。いるよじゃないです。そばにいてねって曲を歌ってます。っていうことで今、はい、あの、じゃあちょっと出し、名前、あ、いいか。わかるかな、うん、これと可愛くねえな、絶対10点満点すごい可愛くない。なんか点数をつけると計算が、あの、めんどくさいそうなので、名前を、名前を書いてほしいです。名前を書いてほしいんですけど、わかりますか。名前が分かった人、そう、なんかやだ。可愛くない。じゃあ1枚こんな1枚こんな名前を書いてもらっていいですか。はい、じゃあ今から、なんか来てるよ、肉じゃがにもメロンと生ハム入れるんですかって。え、そうか、それもう肉じゃがにな。今からね、触れた方がいいのか。50分まで、何分、3分まで。裏とかでいい。あ、いいですよ。あ、何ですか、じゃあ名前書くんで、あの、さっきのセリフを聞いて、一番、うん、私っていうか僕グッときましたっていうやつの名前を書いてください、コメント欄に。で、何分までにしようかな。50分じゃ長いか、長い、ね、1分。じゃあ今から、私今計算機じゃない、ストップウォッチ、ストップウォッチします。ちょっと待って待って待って、あ、てるちゃんやってくれますか、時間。合う、じゃあ1分間、はい、物がなくて、どうして、そういうこと、1分間ね、お願いな。紫、じゃああと30秒、30秒、あ、なんか投票タイムなんですか。投票タイム、投票タイム、投票してください。今この 3分、あと、うん、30秒、30秒、うん、入るかな。タイマーで、じゃあそこの2人にも聞きましょうか、ね、今日来てくれてる、うん、どうでしたか。さないで、どうでしたか。うん、正直に、正直に言っていいです。高橋明日香さんの、はい。
一票。あすかさん一票入りました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあどなた。ひろみ一票入りました。シンプルがいいですね。なんかモチキンにしとけって言ったじゃん。え、モチキン関係ないですか。はい。え、じゃあちょっとコメント欄の方のは。あさこさんの肉じゃが1票、あすかさん1票、あすぽん1票、はい、っていうことでもうないかな、そ来てるかな、そっちはあすぽん、やったあすかさんに1票、こっちキャスでも来ました、キャスのコメント欄も来ましたよ、かわいい子が言った方がかわいいからってかわいい子、かわいい子ばっかやっということで、はい、じゃあ第一回目はあすかさんの勝ちで。寂しいなこの票の入り方ね。もっと入るもんなんですか。あすかさんのセリフに気絶しそうになった。あ、二回書いてる。二回。二回目ですね。いや、二票入れた。確かに可愛かったな。じゃあ次行きますよ。はい。はい。じゃじゃん、次友達と一緒にいたけど二人になった時の一言。何になった友達と一緒にいたけど2人ふと2人になった時の一言。なるほど、うん、それは、彼氏ですか。友達関係だけど好きなんです、うん、なるほど、ちょっとお互い好きな、うんうんうん、まああれでしょ、だからなんか飲み会とかで自分は好き、うん、飲み会とかで自分が好きな人とみんなトイレとか行っちゃってふと二人になった時に言う一言みたいなのにちょっとキュンとさせる一言。キュンと、キュンとでもいい、なんでも可愛い一言。あ、可愛い、可愛い一言ね、可愛いセリフタイプなんで、よいしょ、じゃあ挽回、挽回しよう。なんか 今頃あったら、さっきから言ってきたけど、ラグがありますね。そうそう、ちょっとキャスの方だから、ね、俺もデートしたいですですってこっち、こっち、こっち、キャス、あさこさんって、あさこさん人形ね。あとあとじわじわ来るの、じわじわ来る、そう、曲と一緒やね、じわじわ来る、客と一緒にやばい。どうしようかな。そう。なんかそういう水飲んでいい。でも私これしかないと思う。ん？これしかないと思うっていうのを書いてる今。これしかない。うん。え、だってなんか二人になった時にふという。しかも好きな人、うん、これしかないの、これしかないの、なんかかぶりそうで怖いぐらいの、なんかすごいベタ、うん、じゃあベタになっちゃうな、これかぶるかも、分かんない、逆にみんなかぶったらすごい、朝本とはかぶる気がしない、それどういう意味、いやいや、いや本当に本当に、いい意味で、どうしようかな、まあどうしよう、書いた、書いてない、なんかあさこさんの罰ゲームタイムだな、これ罰ゲームしますか、罰ゲームはね考えてないんですけど、はい、罰ゲームするつもりはなかったの、した方がいいかな、じゃあ罰ゲームは今まで書いたセリフをもう一回言ってもらおうかな。あー、あーそれいいね。みんな、みんなの。み、一番の人の、一番の人のを言ってもらおうかな。あー、でも今のとこヒロミンじゃないですか。でもまだ1回目なんで、まだまだこっから挽回できるんで、なんでね。うん。もうすぐ、もうすぐそろそろかな、うん、これちょっと何ね、また長いよちょっと、次はあすかさん、あすかさんからいきますか、ね、え、私から、あさぽんからいこう、あさぽんからいこう、
これでも、ね、長いしかも色変わってる。長くないんだけど、長くはないんだけど、うん、なんかね、多分ね、みんなと一緒なんだけど、言い方が古臭いかもしれない。やばい、年齢を感じる。年齢を感じるな。ドン。あ、逆にする？ね、いいよ、やだよ。年齢を感じるな。今度どこか景色のいいところ行かない？あ、うん、あ、まあ、まあ、ニュアンスはそうだよね。うんうんうん、はい、じゃあ次は飛鳥さん。行きます。このまま二人で抜けちゃわない？あ、ずるい。ずるい。もうずるい。これ速攻性が。もうずるいですよ。友達どうすんの？小悪魔ですよ。友達どうすんの？気をつけてください皆さん。小悪魔ですよ飛鳥さん。じゃあ私、はい、私、はい、今度は二人で遊ぼうねってこと。うん、今度は二人で。ベタ。私二人でって言えないの。二人で、二人でって言えないから、その一人しかいないときに言って、うん、それは二人なのか誰かいるのかっていうのを思わせたく。すごい駆け引き。恋の駆け引き。うまいな、大人だな。そう。いや、ストレートは苦手なんだよね。ってことで、やばい、やばい、もう入ってる。バリババさんメロメロじゃない？メロメロですね。ってことで、じゃあ皆さんお名前を出してもらって、もう一回投票してもらいます。はい。これはちょっと今日すごい強い人がいるんだけど、じゃあはい、はい、リスナーさんが書いてくれる間にもう一回来てくれてる二人に聞きたいと思います。じゃあどうぞ。書いたの。え、どれですか。あえて書いたの。でもね、こっちか。ツイキャスね。はい、はい、アスカさん入りました。アスカさん入りました。はい、どうぞ。ヒロミンでして、ありがとうございます。優しい。もうヒロミンに優しくてありがとうございます。で、一番の人の全力で可愛く喋ってもらいましょう。あ、罰ゲームね。あえて、あ、いいです。罰ゲームを。わかりますか、一番の人が違う違う、一番の人のをビリの人が、はい、それそうだよね、っていうことで、じゃあリスナーさんたち、あ、ヒロミンに1票入りました。ハマチン、ありがとう。これはアスカさんだな。アスカさん入りました。朝子姉さんに言わせたい。あえて違うでしょ。違いますよ。はい、来てます。あ、ヒロミ入りました。今何、あ、アスカさん入りました。3票3票かな。あさこさんの背景の良いところ連れて行きたいっていう、なんか願望が入ってますけど、あさこさん連れててくれるそうですよ。あすかさん来たね。あすかさんめっちゃすごい。あすか様って書いてある。カメ。あすか様、あすかさん、あさこさんのセリフが安心する。バリバババリババさんちょっと浮気しますね。どっちですか、浮気者。っていうことは、じゃあ締め切っていいかな。いいんじゃないですか。はそれは票は発表できますか。こっちのキャスの方もそれ入ってますか。ダントツアスカさん。キャス見てる、キャス、キャスのコメント見てる。まあ、キャスのコメントもアスカさん2票ですけど。そうだよね。じゃあダントツ小悪魔のアスカさんがやった。また1票もらいました。じゃあ次。はい、次。まだあるの。まだあるの。時間あるかな。もう1個やってもいいかな。面白い。もう1個やるよ。うん、はい、じゃじゃん。風邪をひいた彼にかけてあげるキュンとする言葉。うん、あ、決まった。決まりました。早いですね。そう。決まった。じゃあピンクで書くよ。ピンクで。可愛く書けばいいのかな。うん、そうか。ちょっと可愛いかな。なんか看病とかしてあげたことありますか？私、看病しない派なんです。しない派なんですか。彼が風邪ひいてても引いたら近寄りたくない。近寄りたくない。私もそんな感じですね。映るからみたいな。
自分が風邪ひいたら看病してほしいですか？してほしい、全力で。全力で、自分はしてほしい。自分はしてほしい。全力でね。これ、そうだね、まだ出す前だったから、これ入れない。全力で。でもね、皆さん、一人暮らしですか？はい、私、実家。実家ですか？はい。風邪ひいた時とか、じゃあ実家だと看病してくれます？ガンガン看病してくれます。でも素晴らしい。そうですね、何もしなくてもご飯が出てくる。本当感謝感謝です。なんだっけ、一人暮らしだと、うん、やっぱ風邪とかひいちゃうともう寂しいですよね。ひいちゃうともうあ、でもまあそうだね。うん、寂しいな。あんま可愛くないかも今回。あ、ちょっと、まあ、ちょっと、あれ？あんまり。あれ？ピンク？さっきのピンク。あ、これは。では。さっきのピンク効果が。皆さんのコメント呼びます。他人事には思えない。どういうことかな？あさこさんに公開処刑の予感。やめて。まあ、すごくね。じゃあ。いや、処刑じゃなくて、はい、みんな。聞きたい聞きたい、うん、そうだよ、公開処刑じゃない、うん、処刑じゃないんですね、うん、処刑の反対は何ですかね。処刑の反対、この企画で朝子姉さんに勝機がないような。そうそう、本当ですよ。もうちょっと諦めてます。いや、そんな勝機勝つ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 の話、はい、皆さんできましたか？うん、じゃあお願いします。じゃあちょっと逆からいきましょうか。そうだよね、はい、じゃあ行きます。風邪ひいた時にしてあげる一言。お薬あげる。チュ。わー、これはね、っていうこと。これはねって言っちゃった。キュンとしますよね。そっちにしなくてよかった。はい、じゃあ飛鳥さん、はい。私がいたら治るよね。かわいい。ちょっと二人の対決でいいんじゃない？私別にいらなくない？いらないでしょ。この二つ言われたらさ、ね、もう言う。わかんないじゃん、ね、勝つ気がしない。勝つ気がしないし、勝ちたいとも思わないですね。勝ってください。勝ってください。いいよ。はい、じゃあ絶対言わないしな、うちそういうの。じゃあ、ね、どうぞ。はい。元気になったらまた一緒に遊ぼうね。はい。肉うどん。肉うどん。肉うどん。煮込んだ、風邪ひいたら煮込んだ。肉じゃがは元気がない時で、そうそう、肉丼は消化にいいじゃん。消化にいい。スタミナもつけないといけない。肉丼が風邪をひいたら皆さん漏れなく肉うどんがもらえますので、うん、作りますよ。はい。はい、投票。はい、投票してください。またね。じゃあ2人、お二人にもう一回聞こうかな。朝子さんの底力を見せてやってください。もうだんだん笑いの底力くらいになってますよ。朝ぽん頑張れ。すごい応援されてるよ。これ頑張れだからまだ結果じゃないの、はい、投票じゃないですね。あ、もぐもぐしーちゃんありがとう。ハマチひろみの地にやられたということで、はい、じゃあ、うん、しーちゃんどうぞ。あ、いここ、うん、2人書いてるんですか。あさこさん頑張って。頑張ったね。応援どれですか。でどうします。結果はどうですか。あさこさん。おお。どうですか。肉うどんでいいですか。じゃあ肉うどんがもらえますので。どうぞ。あ、ひろみ一筋ありがとうございます。肉丼、肉の人気。じゃあコメント欄は、お腹空いてきたんじゃない。あ、じゃあ肉丼ください。入りました、リアル肉食。あ、間違えてた、これどうしようかな。これが、肉は欠かせない、うん、そうか、風邪ひいてでも皆さん肉も欲しいんだ。うどんだけじゃなくて肉が欲しいってことですね。なるほど、うんうん。飛鳥さんがいいって
アスカさんがいい入りました。お、体が気だるい時は肉うどんかな。肉うどん強いですね。よかった、肉じゃがいにしなくて、うん、肉うどん強い。あとはあのハマチンヒロミニッピありがとうございます。体が肉うどんが強いですけど、皆さんセリフじゃなくて肉うどん肉うどんに惹かれたんですか。肉うどんでキュンとしますか皆さん皆さん肉うどんでキュンとしますか。どうなんだろうね。風でチュはダメよって、ね、風はチュでダメですか。風はねしんどいからね、うん。肉うどんは自分で作りますって人がいます肉うどん自分で作りますって人がいますけど、じゃあこんな感じですかね。結局さ、私じゃなくて肉うどんで入ってるけど肉うどん食べたいひろみさん入りました。どうですか、集計できましたでしょうか。ユーストユーストあそこさん入った、すごい。お逆転いい感じかな。これってまだ来てる。うん、肉まだ入っ、まだ結構すごい。だってもうあさこさんでしょこれ。あさこさんの勝ちです、ね、てか私じゃなくて肉うどんの勝ちって言ってますけどどうしたらいいですか私じゃないってっていうことでもう、時間、これもう全員一票数入ったってこと。いや私あさこです。あそうかあっっていうことは意外な全部合わせたら多分私が一番低いでしょうね。ああ、全票。でもやっぱり。でもあさこさんにやってもらえますか？とか何？違う？違う？それ違う？ちょっと待って。ちょっと待って。それでルール変え。さあわかりました。じゃあ、じゃあ罰ゲーム。みなあの罰ゲームというか、あのセンスのなかった私がセンスのある一言ずつ言ってこのコーナー終わりたいと思います。なんだろう、髪の毛。いや違う違う、多分ケンドルがとか、あ絡み具合で、そうそう、その方がいいかもしれない。これでテーブルに置いときますね、うん、じゃあっていうことで、うん、じゃあ、うん、それは歌の後で、歌の後にやりますか。わかりました、うん、はい、じゃあ歌に行きたいです。じゃあスタンバイしていいですか、はい、2曲ですよね。はい、ということで楽しかったですね、うん、皆さんこの子意外と面白かったね。やっぱり楽しんでもらえましたでしょうか。来週、今週は可愛いセリフ対決だったんですけど、来週何かやってほしい、こういうのやってほしいっていうのが、来月やってほしいっていうのがあったら、今コメント欄に書いてくれてもいいし、こっちのなんだっけ、ツイキャスの方でコメントしてくれても大丈夫です。なかったらまた私が来月は考えますのでいいですかね。また素敵なハーモニーが聞けると思います歌わないけどうちも OK です。はい、お願いします。していた。
ありがとうございます。旅立つ君に何て言えばいいの、君を目の前にして、私は上の空で会ったあの日のように、少しためらっている。星は
もともと高橋飛鳥ソロでやっていた時にちょっとサポートをしていただいてて、でまあその勝ち上がるとゼップ東京で歌えるっていうとある、まあ、コンテスト式のライブでちょっと一緒に相方をやってもらってて、でまあ実際にゼップ東京で歌って、その後にちょっと私の方から一緒に組んでくれないかっていうふうに言いました。はい、そんなきっかけが、そんなきっかけがそんなきっかけでした。はい、普段はギターをされてるんですか？普段両方、うん、両方やってるんですか？そうですね、で弾き語りで、そうですね、うん、一昨日もここでやったばっかりなんですけど、基本的にはでもソロの活動もしてるけど2人でもやるみたいな。そうですね、はい、なるほど、パチパチパチ、皆さん拍手で、はい、続々と続々、ヤンキーごっこ対決、いいですね、ヤンキーごっこ対決っていうのは、あの、何ですか、まあ、来月 の、 あの、はい、お題を皆さんにちょっと何かあれば、あ、そうなんだ、まあ、それを私の時にやってくれたらなんかもうちょっとマシだったような気がするすごいですねかな。あとは皆さんのコメント、急に、そういえばアスカちゃんの iPhone はどうなったっていうコメントが、この間ですね、ちょっと路上をやっていた時に、はい、iPhone をコンクリートにバン落としまして、画面がパリパリパリってなってて、あのどうにもなってないです。まだそのまだそのままだそうです。ショックを、すごいショックで、それはショックですね。でももうね、お気を流し始めながら、うん、みたいな一言でちゃんと歌ってるからプロです、ね、ちゃんと歌いました、そうですね、歌い切ってからヨドバシ行きました速攻で実は、うん、はい、ということで楽しかったです、はい、皆さん、急に音楽番組っぽくなったそうですか、ちょっと音楽番組っぽくなりましたか、うん、じゃあちょっと私準備してきますので、はい、いらっしゃいませ。はい、ここ放置な感じなんですね。そうか、うん、じゃあなんか喋ろうかな、ツイキャスみたいな今日はですね、うん、あれですよ、あのパルヘジアと、はい、うん、あのアジアンタイムが毎週ですね、うん、火曜日10時からやっているツイキャスがありまして、うん、はい、ありますね。今日はね、あのそういつもね被ってるから出られなかったんですけどね、うん、まあたまには出ようかと、うん、来たんですけど、の今日は連動してね、うん、私たちのツイキャスの方ではラジオで、こっちはラジオになってるんだ、そうなんです、ラジオで流れていまして、うん、ちょうどあのユーストリームのあの URL が貼ってありますので、うん、こちらから映像を見ることができるようになっているわけなんです。映像を見つつラジオでみたいな、そういうこと。そうですね、まあ、だから、そのパルヘジアを知らなかった方がね、アジタムのツイキャスを見ながら初めてパルヘジアを知ったりとか、まあ、逆もあったりとか、うん、するわけですよ。おー、ね、そのシステムすごいね。ね、コラボっていうのができたらしいよ、ツイキャスで。へえ。そう。最近？最近。はあ。ダニコのツイキャス、ダニコの iPhone からね、できた。あ、できるんだね。うん、はい。短くてもいいな。あら、始まるのかな？そろそろですかね。そろそろですかね。どうぞ。少し冷たい雨に打たれながら一人歩いた。人混みの中、あの日の二人が見えた。傘もささずに飛び出した夜の街、あなたのぬくもりを消したくて、こんな
苦しい思いするならいっそ誰か私を殺してよ。私は言った。あなたがいなくても一人で生きてゆけると。指が押しそうになるあなたの番号。前に進みたいでも進めない。誰にも言えない私の苦しみ。ねえ現実の雨っていう曲でした。次は、そばにいてね聴いてください。暖かい光が差し込んで、おはようって
包んでくれる眠い目を起こすでは私もおはようってキスをしたのあこんな何気ない瞬間がすごく幸せで溶けてしまいそう。このまま二人の時間が止まってしまえばいいのにって強く思う。そばにいてね。キラキラと星がまた抱いてる。二人きりのプラネタリウム。あの星よりも綺麗だなんてベタなこと言ってくれるあなた。こんな何気ない瞬間がすごく愛しくて溶けてしまいたい。このまま二人の笑顔がずっと絶えませんよ。おにいて強く思う。そのままあなたのその目をそらさないでいてね。私だけを見ていてね。瞬間に思う、あ大好きだよって。あこのまま二人の時間が止まってしまえばいいのにって強く思う。強く思う。あそのまま繋いだその手を離さないでいてね。ずっとそばにいてね。ありがとうございました。お水も。はい、おかえりなさい。ありがとうございました。今音拾おうとしたの。え、あ、それ？それ音拾わなくても入ると思うけど、私特技があって、この水を飲む時の音がすごいダイレクトなんです。はい、iPhone でキャスやってるでしょ？すげえゴク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 。すごい、タンが絡んじゃった。かわいいのに。いや、かなりおっさん聞こえますか？おっさんかわってるから。そう、なんか
男なんですよね私聞こえましたかね、まあ、でもあのこの間ここでライブした時にこの一番前のとこに座ってライブをして、はい、途中で水を飲んだんですよ、マイクの音を切って、そしたらこう一番後ろまでやっぱ聞こえました、ゴクゴクっていう音が聞こえたというか、ちょっと失礼いたしましたでは、はい、プレゼントコーナーかな、これが、そうですね。そうですね。あ、じゃあ告知してもらってもいいかも。はい。じゃあ告知をしてもらいましょう。はい。ライブ告知を。まず4月からです。アジアンタムのライブです。4月25日、下北ベイドにて。上に。上に。はい。あ難しいですね。はい。ちょっとマイクでか。見えるかな。そういうこと、そういうこと。はい、下北ベイドにてアポロンさんのオープニングアクトで、はい、アジアンタム出ます。はい、出番がオープニングアクトなので一番最初7時からです。そして今月2つ目、4月の29日水曜日祝日ですね、赤坂グラフィティでこの日も1番目で6時半から歌います。はい、そして5月大きいライブが2本ございまして、5月の14日の日にですね、違うよ、違う、あ、これじゃない、何ですか、あ、すいませんね、はい、5月の14日の日にですねアジアンタム1周年を迎えまして、それを記念して5月17日日曜日の日に東京湾の船上ライブ、これってあの、はい、その浴衣着てやるやつ、あの浴衣着てみんなが乗る船のやつじゃないか、違います、また違う違いました、映していただいて、あ、それだ、はい、ここにね、そうです、素晴らしい、こちらになります、はい、そうなんです、デビュー1周年というわけで、はい、すっごいいい船だよね、ね、めっちゃすごい綺麗な船、すごい綺麗に、はい、すごいライトアップされてます、写真がない、はい、そうなんです、はい、で1周年記念で一応これあの遅刻されたら乗れませんので気をつけてください、はい、あのそうなんです、で6時半出船で、出船出航出社出社じゃない違う違う、あの6時半からだいたい2時間の船の旅となっておりまして、歌半分の、まあ五感談半分の景色も楽しんでいただきつつな感じになっております。はい、そして5月2つ目ですね、これも大きいです、5月23日土曜日、この日は渋谷エッグマンにて歌うんですが、これあの我々アジアンタム今ドイツのフェスティバルに出るコンテスト、ドイツ、はい、に、挑戦をしておりまして、前回そうですね、前回あの3月に予選がございまして、予選は無事に1位通過を果たしたんですが、はい、次が準決勝というわけで、エマージェンスの準決勝が渋谷エッグマンで、我々アジアンタム4番目真ん中の出演となりまして、6時50分からとなっております。はい、あの路上だったりとかライブだったりとかでチケットをお買い求めいただければなと思いますので、はい、でここの準決勝までが挙手になってまして、はい、あの皆さんの挙手で我々アジアンタムがドイツに行けるかどうかが決まってくるので、はい、もうドイツ語勉強してるんですよね。そうまだね、まだね、ちょっとそろそろ始めないと。聞きないの？ありますよ、ありますよ。ちょっとまず英語の方がいいのかなとか、ちょっとね、あの、はい、英語はまあ万人にね行けますからね。はい、なんかありますか？はい、はい、ソロライブ。はい。では。私、中田麻子としてソロでもやっております、5月10日、境南音楽祭、今日あの情報解禁ということで、私は、12時半から大津通りラシック前というところで、やらせていただきます。実はこの私の次の出番が如月愛理なんですよね。同じ場所でちょうど、そう、ちょうど次の出番ということで、そうなんですよ、だからあの連続で見れます。そして、5月16日は立川一帯音楽祭りという、これも音楽祭、フリーライブになっております。こちら4時半から、高島屋パレスホテルが入り口というステージで、やらせていただきます。そして、私最近アレンジ業をいろいろやってまして、アレンジ、アレンジ、
ですね、つい最近なんか3組ぐらいちょっとアーティストさんが発売したの、はい、発売とか知らないちょっと全部お知らせしちゃおうと思います。まず岸のり子というですねアーティストがいるんですが、あのピアノ弾き語り、こちらの3月29日に発売になりました10文字のラブレターとキャンディーという2曲入りのシングル、こちらのピアノアレンジを担当させていただいております。そして、ここの昔の、MC だった南ゆりちゃんっていう子がいるんですけれども、この子が、また新曲を出しまして春の歌という楽曲なんですが、作曲、島祐介、編曲中田麻子で、作りました。そして歌っていただいてます。そして5月5日キサラギアイリーニューアルバムアズワンプリーズかなっていうやつの2曲アレンジを担当させていただいております。こちらレコ発のホールワンマンで300人を目指しているホールワンマンをやるんですけれども、その子のね新しいアルバムにを手掛けておりますので、ぜひぜひお聴きになってください。すごいアレンジもしてるんです。普段路上とかもしてるんですか？はい、やってます。主にどこでやってるんですか？この間横浜行きました。横浜初めて横浜駅、結構いろんなところで秋葉原が多いんですね。秋葉原どの辺に行ったら会えますか？どの辺に秋葉原、まあ、それツイッターとかもツイッターとかで、はい、あお知らせはしてくれるんです。そうですね、もちろん、はい、とて皆さんツイッターをアジアンさんのツイッターフォロー、アジアンさん、アジアンさんおかしいな、略しすぎアジアンタムさんのツイッターをチェックしていただいて、で私のライブ告知もちょっとさせてもらいます。5月6日チャイナスクエアと場所ですね、これ全部、5月13日四ツ谷トッポ、6月6日いよぎチャイナスクエアでやります。主に私ツイキャスでしか配信音楽っていうか弾き語りをしてないので、あのここはツイキャス枠です。ツイキャスの皆さんと一緒に対話します。あと、はい、生で見れるナナちゃんとかアリサちゃんとか、すごい素晴らしい人たちがいっぱい出ます。他にも素敵な人たちいっぱい出ますので、よかったら来てください。でこっちの2つはキャス枠じゃないんですけど、一緒にあのもうすごい方たちとやらせていただけることになったので、これもあの遊びに来れる人は来てほしいなって思います。あとライブ行くよって人は DM かリプ、あとキャス中にコメントしてくれてもいいですし、何か私に言ってください。お願いします。これ最後のやつもチケット今日から、はい、6月6日ヨギチャイナスクエア のチケットは今日から発売してます。それこれだけチケット制なんですよね。いつものは取り置きっていう形なんですけど、これはチケット制なのでチケット売ったり取り置きもできるんですか、ということなのでよろしくお願いします。はい、ということで、告知はさっきの罰ゲームはいいんですか？忘れてた、何言わせちゃおうかな、忘れてたよ、忘れてた、そのまま終わりたかったのこれあれですか、一番だったやつを全部、いやね、朝ぼんの言わせたいんだけどえ朝ぼんの言ってもあのぼやけた肉じゃが長いやつ、肉じゃが長いやつだ、長いやつだ、肉じゃがにしますか、これで拾ってる、でも一番人気なかったね肉じゃが一応面白かったもん、肉じゃないの、あえて肉じゃが、だって長いから、長いからあ真面目な、長いこと言わせて、長いから恥ずかしめが長い、恥ずかしめの時間が長いから結構長いです。じゃあ分かりました、これで、でも可愛い子が言ったらその恥ずかしさも感じるんだろうな、ちゃんと前読みしといて、分かった、カメラ目線で、あじゃあ分かりました、カンペなしで大変だすごいな、長いから大変だはい、いいかな、いきます、いいですか、あなたの頑張りを認めてくれる人きっと現れるよ、大丈夫、明日からファイト、ほら肉じゃが食べて、はい、ありがとうございます恥ずかしい、ちょっとアレンジしましたね、ちょっとアレンジしましたいやー恥ずかしいね、リバーブしました、リバーブ効果で
なんとかカバーできたんじゃないかと。そんなやつもなんか言ってもらったんじゃない？うん、私は短いよ。1個いますか、じゃあ。え、なんか、じゃあキャップ取れたんだけど。あすかちゃんの1個言いますかね、もう1個。選んでもらう。じゃあこれでいいかな。はい。分かった。じゃあ、飲みに行って2人っきりになった時のセリフ。ちっちゃい声で言っても拾いますか？拾わない？失笑、失笑が送りました、皆さん。ささやきな感じなんですね。いや、拾えたかなと思って、そっち拾えたかな、聞こえたかな。リバーブはかかってましたね。リバーブ。ということで、あ、皆さんのちょっとコメントだけ見ますね。いやんって。いやん、いやん。かわいいぞ、ひろみ。ありがとう。ひろみの肉じゃが美味しそうって嬉しいです。肉じゃきっと美味しい。肉じゃが食べて肉じゃがじゃあ今度作ります。キャットさん、映像ないとぎこちなしさが伝わってこないの自分で。映像なかった？ツイキャスがね、ツイキャスやラジオみたいな。宇宙人カモの田中麻子、高橋飛鳥ひろみだよ。パスワードがない あれですね、なるほど。浴衣を着て船乗る船は何だっけ、農漁船、うん、っていうのか、そう、農漁船っていうね、夏になると船でなんかご飯とか食べれる、飲み物とか飲めるなんか船があるんですよ。館船じゃないんですよ。そこでなんか浴衣を着ていくと1000円ぐらいで飲み放題で、うん、男の子も、そういうのがあって、なんか今年の夏はじゃあぜひ別に農漁船っていうものかな、農漁船の回し物じゃないけど、おすすめなんでね。が今来ました。あ、レイさん、これ誰だろう。ダイオさん、あ、さっきのハッシュタグの、肉じゃくを翌日コロッケにすると吉。なるほど、コロッケにするんだ。肉じゃが、じゃあじゃがいもばっか残さないとっていうやつ。いい、あ、いい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。うまきちさん、肉じゃが連呼されすぎてお腹空いてる。そうですね、今日はなんかね、お腹空きましたね。ということで、プレゼント抽選したいと思います、うん、はい、じゃあ2人どちらが引きますか。じゃあ飛鳥さんで、はい、今日大活躍の飛鳥さんに飛鳥さんに引いてもらおうと思います。はい、はい、じゃあ引いちゃってもらおう。どうぞ。この辺のやつ1枚。じゃあ、2枚引いて、1枚引いて発表してください。今週はどうぞ。青いゴム草履さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。青いゴム草履さんには先ほどのゴム草履さんには、このね、これね、ポスターと番組の、ステッカーと、うん、このインチキマンション、はい、インチキマンション、うん、お笑い CD と、はい、こちらサイン入りのステッカーと、あと皆さんが今日書いてくれたこのスケッチブックも一緒に送るんですけど、盛りだくさん。だからね、スケッチブックに何か書いてほしいことあったり、今のうちにね。あと集合写真、今日の3人の集合写真も一緒に入れて送ります。はい、ということで盛りだくさんですね。じゃあ今日は楽しんでいただけたでしょうか。楽しかったです。よかったです。じゃあみんな、リスナーの皆さんにも一言ずつお願いします。私から。はい、はい、アジアンタムとして初めてのクラウドカラヘジアお呼びいただきましてありがとうございました。楽しかったです。ご視聴いただいた皆様もありがとうございました。今後ともアジアンタム1周年迎えますが、よろしくお願いします。はい、もうなんか言われちゃったほぼ言われてますけれども、真面目に言ったけど、またですね、カルヘジアに遊びに行きたいと思いますので、またアジアンタム覚えていてくださいね。ありがとうございました。はい、はい、では来週のゲストじゃない。
先にこれじゃあ先に今日聞いてくれた方とコメントしてくれた方たちの名前を読んでいきたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。今日はスレイヤーさん、箱の中にも入ってる、どうぞ。はい、どんどん読んで、名前見せながら、うん、見せながら。虫谷さとしさん、はい、キットキャットさん、ありがとうございます。シーシャン、博士太郎さん、レンさん、ありがとうございます。佐藤武久さん、佐藤武久さん、こっちか。はい、うまききさん、萌えちゃん、ありがとうございます。スネポンさん、まさのすけさん、ひろさん、ありがとうございます。ツナミスターハットさん、あつしさん、カルヘジアかきそばたさん、かきつばたさん、松五郎さん、あ、ムツゴロウさん、失礼しました。ハマチンさん、コメントしたいさん、佐々木節夫さん、麦さん、あ、あさこさん、藤丸さん、高橋飛鳥、スジパンさん、はい、清野さん、あとはひろみん、あ、ひろみんでした。はい、ワリパパさん、まだある、WC の亀様、うん、はい、トイレの亀様、のんたさん、最後かな。じゃあたくちゃん、最後たくちゃんさんでした。皆さんありがとうございました。はい、来週のゲストは、来週の MC はパナエさんですね。パナエさんですね、来週のMC はパナエさん、ゲストは牧野久美さんとマンスリーゲストのモスリンさんでやります。で、番組告知忘れてます。番組告知はパルヘジアでは毎週火曜日夜8時から、西武新宿線伊予木駅南口徒歩1分ぐらいですかね、すぐの中華料理屋さんで、チャイナ中華料理屋さんのチャイナスクエア、チャイナスクエアにて配信しています、観覧費は無料でワンドリンク500円です。500円で飲めます。でお越しいただいたら一緒に見れるのと、パルヘジアでは、そこ呼びましたね火曜日火曜の夜は夜はみんなでワイワイ楽しく過ごしていきましょうという企画になってます。パソコンのご覧の方は、こっち、ここパソコンのご覧の方はこちらでいいねボタンやツイッターを押してください。で、こっちね、あ、違うか、こっちで、こっちだこっちですね、いいねしてね、はい、下の方に。そして、こっちがチャンネル登録、こっちがチャンネル登録になってます。はい、以上ですかね。うん、じゃあ P ポーズしていいですか。はい、じゃあ最後皆さん P を。早いの。早いね、早い頑張って伸ばしたつもりだったいい、いいんじゃない。じゃあP を作ってもらって、私が今週もありがとうございました、来週もっていうのでみんなでパルヘジアと言っていただきたいと思います、はい、これで P ですよね。こっちのカメラ、カメラ、はい、では、皆さん今日もありがとうございました、今週もありがとうございました、来週もクラブパルヘジア。笑いたいとき笑う。